いろいろな根幹治療のセミナーを受けて臨床で実践してっていうふうにやってきたんですけど、その通りにやっても困る症例っていうのも出るんですね。それで、今回受けさせていただいて、どういう工夫ができるのかっていうことをたくさん知ることができたっていう意味ですごく学びのある2日間でした。症例によっての使い、ファイルの使い方がなんか自分の中で定まってなかったんですけども、それが新たに確立できたっていうところが良かったと思います。バランスフォースでやるのか、その上下動でやるのかって形状によって違うんだっていうのは、ああそうなんだっていうのは、新しいの出たらこの先っちょの形状体はどうなんだって逆にメーカーさんに聞けばその通りの使い方をするだけなんで、それに惑わされることがない使い方を学ぶことができて、すごくためになりましたね。そこはやっぱ診断のところですよね。非自然性疼痛で分かったところで、今までどういうふうに対処しようかなとか、まあ、そんなことでっていう、そういうアプローチの仕方があるのかっていうのはすごく勉強になりましたね。根拠を明示してくれるというか、こういうふうな治療をするのはこういう理由があってっていうところが非常に分かりやすくて、で自分の中に落とし込みやすかったなっていうのは感じました。そうですね、 MTA も臨床でも僕も多分半分以上は MTA でやってるんですが、非常に取り扱いが難しくて、 MTA の手技を一から教えてくれるっていうところは今はまだ少ないんですね。昨日今日と聞いて、はい、明日からもう早速やってみたいなって思いました。